はい、じゃあ画面変えたいよー。じゃあ、あ、どあ、じゃあ、あ、こっちからでもいいよ。あ、ぜーん。あ、じゃあ、どこに来る？チャンネルの、あ、ごめん、あ、どうぞ。大丈夫？チャンネルの主の、犬神コーデです。よろしくお願いしまーす。イェーイ。イェーイ。じゃあ、どうもー、犬神コーデです。来ましたイエーイ。なんでこの二人でいきなりコラボなんだよとなった人が多いと思うんだけど、コーネがもうさすがにそろそろアクアとコロネは合わせちゃいけないみたいな空気になってるじゃん勘違いなんだよと伝えたくてそろそろちょっとアグアちゃんタイマンコラボしようよって言って不仲説がね、うん、出ちゃうからうでなまあ見守ってくれる人も入れた方がいいかってなってたんだけどみんなの予定が合わずもう二人でやっちゃおうかってコーデが言ったらなんとアグアちゃんもいいよって言ってくれて、うん、今日ねやることに なったんだよねだったねでなんか言いたいことある？あコロネちゃん声かぶっぽいね大丈夫？あ、そう、副鼻腔になっちゃって今ちょっと鼻声でしょ、気づいた？うん心配してくれてるじゃん気づいたうん、そう、コロネちゃんが心配だったんだ、台本読むな、台本読むな目線でわかるよ、台本読んでんのだって、言えって戻されて違う、赤ちゃんそこまで言えって言ってないでしょただ、始まったらコーネちゃん、声大丈夫って心配しろって言っただけでしょ言わないと指がお前の指なくなるぞって言われ裏で脅迫してるわけじゃないからね、みんな勘違いしないでね仲良しだからねじゃあ、今日はね、マシュマロ読みということで全く確認をしていないので、ちょっと不安ではございますがあ、そう、ちょっと読んでいこうかな大丈夫かなどうした深呼吸してあ、いつものやつやん、それはーでいやー、気まずくてさ気まずいとか言うなよ仲いいだろ、我ら気まずい、めっちゃ一生懸命コロネちゃんに喋ってた気まずいと思ってほら、仲良しだから、ほらわー、仲良し、仲良しね仲良しよ離れるなよいくよ、じゃあパン最高のコラボ配信でしたありがとうございますということで終わりましたいや、これアグアちゃん、これさ、はい、もう最高のコラボにしなきゃいけないというプレッシャーよ、これ、はい、あプレッシャー、これ今で過去形だけど、これ感想ツイートみたいな感じだけどそう、この送ってくれた人は、うん、もうアグコロなんて最高のコラボに決まっとるやろっていうだから、未来頑張んなきゃいけないわけいける？あ、おじゃあ次ね。いきなりこれだと厳しいかもしれないけど、選んできたこれ、ねはいうん。お互いの好きなところを教えてください。じゃあ。こうではね。ああ、うん。やっぱ顔面かな。ええ？だって、まだあんまりお互いのことを知らない、顔しか知らないじゃん。顔はマジで可愛いから、好き。顔？私たち一応さ、5年近く、うん。いるんですけど一緒にでもさ顔だでも2日ぐらいしか会ってないで多分5年も同じ事務所にいて時間にしたら48時間ぐらい、うん、1週間分はない気がするちなみにおがゆとはさどれぐらい最近も会ってんの最近は会えてないなあ会えてないんだおかゆがメス化してからちょっとなんか疎遠なんですよえそれなんで、うん、寂しいなみたいな感じそういうわけじゃなくてそういうわけでもないけどちょっとまだどう接していいか分からなくて、はい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 、そう探っててコロネちゃんはさ、うん、おかゆのメス化についてどう思うのいやまあでも本人たちが良ければいいんじゃないかなっていう本人たちがまあね楽しい空気になってるからいいのかなっていううん、なんかムワッとした面言があるらしくてちょっとまだ領域に到達していないいやこうでもね見れてないんだよねあそこら辺はちょっとねなんか友達のそれを知ってしまうとなんかドキドキしてしまってちょっとまだ覚悟できていないえアグアちゃんの面言はどんな感じなの私の面言はそんなムワムワしてません普通のまったりな感じあ、ちょっと雑談したりとかあ、こうでもちょっとはやってるかもしれないけどえ、ちょっとムワッとしてんのいや、ムワッとはしてないちょっとだけだよちょっとだけ、うん、いや、おがゆと比べたらそんなんよえ何言ってんの
次行こう。じゃあ次。ちょっと待って待って。あ、待って、アクアちゃんがさ、コーネの好きなとこ行ってないよ、これ。あ、コーネちゃんの好きなところは、あ、頑張り屋さんのところ？頑張ってる、コーネ、頑張ってる？ゲームに一生懸命で、いっぱい耐久とかして頑張ってるところ。あ、嬉しい。あの、岩…え？岩？岩…何？岩…うん、おじはいつやるんですか？いや、コーネは、あの、ちょっと11時間やってクリアできなかったんだけど、ペコラかアクアちゃんがクリアしてくれるやろって言って、バトンを置いたんよ、地面に。地面に、そうで、もう無理やり、ほぼ無理やり置いたみたいな感じ。クリアしましたよ。私たちで頑張る。クリアしたよね。私は、じゃあ、まあ、このバトンは返そうかなと。いやいや、バトンっていうのは受け継いでいくものだから、次さ、誰かにやらすってなったら誰に渡す？え？コネちゃん。え？戻るの早くない？シオンとかにした？休んでんだよ。休ませてやれ。まだ走れないって。あ、そうか、ダメか。コネちゃん、岩から逃げた。いや、逃げ、いや、でもさ、あの、ミコミコにさ、ミコちゃんもクリアしてた。いや、そう、クリアしてた。今日もやってる。あれ、なんでやるんだろうね、ああいうこと。なんで？怒ってらっしゃる。いや、でもコーネちょっとミコミコに嫌がらせしちゃってて、配信枠立てた時に、あの、岩を上からおじさんが落としてくる岐阜を送りつけて、ちょっと嫌がらせしたっていう裏話がありました。じゃあさ、コーチしてもらったらいいんじゃない？え、やってくれんの、コーチ？あの、ミコちゃんが。おい、なんでだ、逃げるなよ、コーチから。あ、最近忙しいの？最近は、暇なのでたくさん配信しています。だよね、やってるよね。え、暇ならほら、やろうよ、なんかね。ペコラちゃんとさ、なんか出かけるんでしょ？どこかに、あの、山はちょっと厳しいかもなので、どこかに行こうと思っております。絶対話進まんで。だって、アクアとペコラやぞ、話進むわけないやん。ペコラ、配信でも頑張ってたな。そう、ペコちゃん、配信でも頑張って、配信終わってからもさ、あ、今日は本当にありがとうね、とかずっと喋ってくれてて。天使やな。ちょっと気まずくて、あの、その日病んじゃった。ペコちゃん、すごい気使ってくれたな。私と話すの大変だったかなって思って寝た。あ、考えちゃうんだ、そういうこと。じゃあ、今日も病んじゃう？どうかな。でもなんだろう、今なんか、あの、始まる前まではさ、いや、もうやべえよ、緊張だよ、もう絶対なんか喋れないで終わるやん、みたいな思ってたけどさ、はい、始まっちゃえばね、はいはいってなんだ、面接みたい、やめろ。次のマシュマロ行くか。待って、同じやつ選んじゃった、見て。お互いの好きなところ10個言ってほしい。ちょっと待って、さっきひねり出したんよ、ようやくね、1個ね。10個はないです。いや、もう一個だけちょっとひねり出してみよう、そしたら。逆に、あの、コロネさん、あの、顔以外でお願いできないかな、みたいな。あ、アクアちゃんの？去年ぐらいも顔だったんで、この一年で何か。でもさっき、アクアちゃん、岩のこと言ってきたやん。でも、配信で、ちゃんとなんか NG がないかどうか、配信の前に、あの、コーニちゃんって岩のこと配信で触れても大丈夫？って言ってくれて、なんか、すごい気使ってるやんと思ってね。本当に。そういうとこがね、ちゃんとしてて可愛いな、偉いなって、なんか、やっぱなんか、傷つけたらあれだから、NG とかあったら教えてほしいって言ってくれてね。もう本当にね、いい子ないよ、アクアちゃん。本当にトラウマの可能性が。そうだよね。コロネちゃんの、あの、アーカイブを、あの、全部は見れてないんだけど、ちょびっとちょびっとで見てたら、あの、すごい、あの、めちゃめちゃ苦しそうだったから。いや、それでさ、なんかみんなの苦しいとこ見てやろうと思って、なんかアグアちゃんのも見たんだけど、アグアちゃんめっちゃ楽しんでてさ、いや、最後もさ、クリアした時もさ、いや、めっちゃ楽しかったって言っててさ、何この子、天使じゃんって思ったんだよね。トイレちゃん、あの、殺すぞって言ってました。あの、ご自分で気づいてましたか？殺すぞとあなたおっしゃってました。言ってた。殺すぞ、お前。見事聞け、ちゃんと。あれ、はい、闇のゲームかもしれない。でもみんなね、スイスイクリアしていくからさ、なんかコーネだけじゃん。バカみたいじゃんね、こんなん。コロネちゃん、レトロゲー
とかたくさんやってるイメージ。うちに来てやろうよ、うちに来てやろうよ、うちに来て。レトロゲーあんまりやったことがなくてですね。触った方がいい、触った方がいいよ。おー、触ったことないかも。触らせてあげる、触らせてあげる、いっぱい触らせてあげるよ。ファミコンとか64とか触ったことない、うん、触らせてあげる、いっぱいあるから触らせてあげるよ。選べばいいよ、好きなもの待ってるから、後で住所送るからね。いや、いや、おかゆも呼ぶよ、そしたら。おー、ここもう一人ぐらい呼ぶ4人でね。4人ぐらい呼びます。4人、4人でね。どうなの、オガリュとアグアちゃんとコーネと誰かな。誰だ、シオン。やっぱシオンになるんだよ。やっぱシオンになるんだよね、そこ。そうなんだよね。次ね、いくら悪胆でもこんなに気まずくなる相手はいないので、見ていて面白い。あ、ちょっと好評ですね、これは。一応配信前に送られてきてるやつですよね。あ、そうです、そうです。前桃鉄やった時覚えてる？アグアちゃんとコーニー以外がトイレ行っちゃって、なんか、トイレ行きたくなってきた。え、ガチ行きたい、行ってくる、行ってくる、ね、ちょっと行ってくるね。そうか、おかえ、待って、おかえ。あ、二人、元気？元気。カード、カード欲しいと思う。さすがに。おかえりちゃん、おかえりちゃん、おかえりちゃん、おかえり。爽快感。あったな。そう、船長とおかゆだ。あのイメージが強いよね、やっぱり。気まずい？今どう？今、気まずさ何レベルぐらい？まあ、10分の7ぐらい。なんか多いな。もう満腹やん。じゃあさ、配信終わる間際にまた聞くからさ、気まずさレベル下がってたらいいね。あ、そうだね。うん、じゃあ次。もう終わりかい。もう終わりかい。次、早いね。お前、一緒まで行くやん。気まずい。陽キャ、コミュ強になったらやってみたいこととかあるよ、だって。コロネちゃんって、うん、私以外の人とは喋れるんですか？喋れるよ。いや、なんで、なぜだ？おかゆを取り合ってるみたいなさ、これどこまでネタなんだろうみたいな、探り合ってた時があったよね。あったあったあった。で、本当になんか、焼き餅焼かれてたらどうしようみたいな。ちょっと本当によく思われてないかもみたいな。そう、なんか、おかころ撲滅運動とかしてんのかなとか。でも、正直な話をしますと、うん、やっぱおかゆがやっぱ結局コロさん、うんうん、コロさんって感じだから、まあしょうがないよね。まあ、うん、分かってはいるよね。あ、まあ身の程はわきまえてはいました。あ、はい、そうなんだ。もうコロさんとも仲良くなろうみたいなのはなかったの？もう覚えてないと思うんだけど、コロネちゃんは、うん、昔一番初めのスプラトゥーンのコラボで、うん、みんな他の人とかもいるときに、コロネちゃんからもらった言葉が、うん、言葉は忘れちゃったんだけど、うん、みんな何々先輩とか何々ちゃんの中で、アクアなんとかアクアみたいな感じで、名前呼び捨てだか、なんかなんだっけ、名前なんだっけみたいな。失礼やな、誰やそいつ、釣りすぎるやろ。言われたことあって、あ、やばい、終わった、私終わったんだ、その当時なってた。やばいやばい、覚えがある。いや、失礼やなそれ。本当に先輩に向かってね。失礼極まりないよ。言っておくから、それは言っておくからね。ドキドキ、心がドキドキしてた。ドキドキさせちゃったんだ、ごめんね。やっとやっと言えた。よかった。もっと何かあったら言って。でもこれはさ、あれだよね、うん。配信的に面白いと思って言ってたやつなんだよね、きっと。そうだね、そうだね。え？なんかさ、アクアちゃんはさ、やっぱ、なんか いじったら可愛いじゃん。うん。それがやっぱなんかこう、コンテンツになってるじゃん、多分。覚えてないよね。な、そんな、うん、そんな度胸があったんだね。そうそう、大先輩をいじるみたいなね。でもなんだろう、アグアちゃんっていい意味でなんか先輩っぽくないというか、先輩っぽくないかもかね。そう、可愛いからさ、先輩だぞ。うん。
うん、全然先輩っぽくないからいじれちゃうのかもしれない。なんだろう、圧がないから、うん、アクアちゃんって圧ないか。圧ない。先輩だぞ。ないない。じゃあ次、うん、あ、これ、これ言ってほしかったんだよね、これちょっと待って、これずっと続くのやばいって。これ大丈夫かよ、今日の配信。大丈夫だ、やばいって。大丈夫だって。我慢しよう、1時間我慢しよう。うん、ね、うん、ま、やばい。コウちゃん、あたしのこと好きすぎ。これちょっと言ってほしい、これ生で。なんでこれチョイスしてんだ。はい。でも好きすぎのさ、うん、何かエピソードがないとやっぱ。あー、そっか。え、でも、うん、おかゆと会うたびに最近アゴアちゃんと喋ってんのって聞くよ、毎回。そしたらおかゆなんて言うの。あー、最近喋れてないかもみたいな。なんだそれ。あ、でも聞いてくれるんです。そう、なんかもうおかゆといえばアクアみたいな感じだからさ。お、うん。ってことは、つまりコロメちゃん、あたしのこと好きすぎ。イエーイ。え、なんでこれ。じゃあ次ね。嘘だろ。嘘だろ。次。やばいってこれ。いや、大丈夫大丈夫。次楽しいよ、きっと。あ、これほら、動物を言っていて、いつ揃うかやってほしいです。これわかる、これ意味。うん、せーの、馬とか、それでなんか揃うまでやってほしいみたいな。え、でもこれさ、絶対揃うよね。うん、え、今、思い浮かべてる？思い浮かんだ。あ、わかった。いくよ。うん、いいよ。せーの、犬！あ、おらー、揃っちゃった。あ、え、じゃあ違う、今、猫っていうもんかとばっかり思ってた。コロネちゃんが猫っていうのかと思って。あ、ごめん、ごめんね。私が猫って言うとけば、ね、発信的にも良かったよね。あの、何回もさ、いろいろ、あの、猫、犬、ウサギとかって、あれね、犬じゃないんかいみたいな。あ、なんか、ごめん。いや、こっちも配慮が足りてなかった。最初に打ち合わせしとけばよかった、これ。でも、犬って言って書いて嬉しい。あ、うん。ありがとうね。犬だよね。あ、え、配信では言いづらいかもですが、ゲームが好きな二人が思う、お互いに遊んでみてほしいゲームとかありますか？だって、あ、ここに一個あるよ。何？ファミコンのゲームなんだけど、バトルトードってちょっと後で調べてみてほしい。めちゃめちゃ面白いから、バトルトード。なんでなんで？え、ちょっとやっぱね、難しいんよ。で、ここにまだクリアしてないんよ。それ、あの、よかったら、いずれ。え、ファミコンしかないの？その、あの、スイッチのさ、ファミコンのさ、いや、あれとかじゃないの？入ってたかな？もし入ってなかったら、あの、ファミコンごと貸すかな。嘘でしょ。嘘でしょ。アクアちゃんみたいな、ほんとキャラコンが優れてるプレイヤーにはぜひやってほしい一品ですね。レトロゲーって、もう操作がまずむずいじゃん。あのゲー、うんうん、ああいうゲームって。レトロゲーってなんか理不尽めちゃめちゃ、まあ。確かに理不尽なの多いかもしれない。すごいなーって思う、うんうん。え、ちょっとアクアちゃんごめんなんだけどさ。はい。鼻水を噛んでくるから、ちょっとだけ。嘘だろ。ちょっとだけ、ちょっとだけちょっと一人にするね。すぐ戻ってくるから、すぐ戻ってくるからね。嘘だろ。ごめんね。コメント読んでて、コメント。うん。え、そんなことある？ふむふむ。アクタン調子どう？あのね、あの、滝汗が止まらない。私一人ぼっちにさせられてさ、コロネちゃんの枠なのに。もともと二人きりで気まずいのにさ、今滝汗が止まらないよ。何喋ったらいいんだい？あの、でも、ちょっと心配だよね。コイちゃんのこと。ね。あの、大丈夫かなみたいな、は、思ってます。と。頑張ってるね。ただいま。ちょっと、様子見てた。かわいいかわいいね。ごめん、ごめん。言ってよ。帰ってきたよ。心配してくれてありがとうね。コロネちゃんってさ、うん、フロムゲーとか。いや、フロムゲーさ、むずそうなんだよ。セキローとか。え、セキローってやったことある？ RTA もやっ。え、いや、もうさ、なんかすごいわ。無理無理。ちょっとなんか鬼畜ゲーというか、うん、なんか死にゲーというか。死にゲーかー。そういうのコロネちゃんなんか好きそうなイメージあるけど。コロネさ、画面に情報量がいっぱい出るゲーム苦手ね。だからレトロゲー好きなのかも。うん、あの、3D が苦手みたいな。 3D も奥行きお化けが苦手で、うん、なんかリスナーさんにさ、うん、なんでそんな飛ぶのみたいな言われるじゃん。そんなんこっちは分かんないわけよ。もう奥行きがさーっつってリスナーさんとも喧嘩しちゃうしさ。え、なんかアクアちゃんとゲームしたいな。なんかダメならいいんだよ別に。全然
いいよ。あ、いいの？いいよ。なんでそんな F1 みたいに喋るの？いいよ。かわいいね、アクアさん、かわいいね。これじゃあ、それ適当に言ってないよね。困ったから言ってるでしょ、それ。違うよ。あの、配信前もなんかさ、あの、田舎のおばあちゃんみたいに、そうか、アクターはかわいいね、アクターちゃんかわいいね。ね、田舎のおばあちゃんみたいになってますよ。かわいいんだもん、だって、アクアちゃんかわいいね、うん。思ってないでしょ、もうそれ。思ってるって。だってさっき配信始まる前もさ、アクアの顔かわいいなって言ったじゃん。だからさ、なんか久しぶりに顔を出しに来た孫みたいなさ、それぐらいのなんかあれなんだよね、その感じが。いや、でもさ、田舎のばあちゃんって優しいじゃん。優しいね。そういうことよ。そう、どういうことだよ。どういうことなんだよ、それは一体。優しいよっていうことよ。なるほどね。あ、アクアちゃん、次のやつ、やばいぞ。おっと、なんだ。アクタン、コロさんにダジャレお見舞いしてだって。どうする？うん、はい、あの、一応うん、参りますよ。あるの？え、聞きたいな。ちょっと BGM 消すね。あの、本日のあの、毎回ね、コロネちゃんと絡むときダジャレをやってる気がするんで、うん、ちょっと、BGM 消さないでください、うん、ちょっとあの、ハードル上がっちゃうじゃん。え、じゃあコロネちゃんも喋、うん、りかけたら、あの、ちょっと返事だけちょっと簡単にしてもらってもいいですか？あ、わかった、いいよ。じゃあ、いきますよ。ほい。コロさん、危ない。なんだ。コロさんが崖でコロッと転んだ。わー、ありがとう、考えてくれたんだ、これ嬉しい。しかも、コーデのことで考えてくれたんじゃん。転ばされたけど。え、何点、はい、何点、はい、自分のギャグ何点？あの、一応、あの、100点のつもりで、あの、今日持ってきてはいるんですけれど。いや、それがすごいよ、アグアちゃん。それ、もうすごいよ。すごいことだから、それは。ね、自信持って。もう骨折したんで書いていいですか？45分は頑張ろうって言ったじゃないか。もう無理だ。声声が悪かった。声声が悪かったね。え、コロネちゃんはなんかさ、ないの？ギャグ？ごめんね、なんかいきなりギャグって言われても困るよね。こんな気持ちさせたんだ、さっきアクアちゃんのこと。ほんと申し訳ない。あ、分かってくれた。うん、今、アクアちゃんの気持ち分かった。でもさ、アクアちゃん覚えてるかな？ワンダフルだねって言った、あったじゃん。私と喋れて嬉しい？え、うん、嬉しい。すごい、あの、実にワンダフルだね。あれ好きだよ、コーニャは。え、あれには勝てなかった？いや、なんかやっぱ一言って強いよね。くそ、なんか俳句みたいになっちゃってたから。長さがなんか、あー、分かった。じゃあ、うん、次、新ネタなんか考えとく。あ、そうね、なんか短めの方がいいかもしんない。あ、分かった、短めのが高得点ね。そう、またちょっと考えとく。じゃあ次、いくね。もうやめないか。なんで、もう命がもったいないよ。生き返らせてやるよ、絆で直せるからね。二人がそれぞれおかゆんのどんなところが好きか語り合ってみてほしいです、だって。おお、おかゆの好きなとこね。え、なんでさ、おかゆに惹かれたの？私がその、うん、人間関係とか、うんうん、すごい苦手で悩んでた時に、うんうん、そのおかゆが結構話を聞いてくれて、おかゆって結構なんか考え方が、うん、なんだろう、意外とあの、変なところもあるけどロジカルな面も持ち合わせていて、うんうんうん、肯定してくれたりとかするし、なんか私の変な意見も、うん、ああ、そういうのもあるんだね、面白いねって言ってくれて、うん、それがすごいなってなった。いや、わかる。そんなおかゆがコロさんはすごいよって言うの。だから、あ、犬神コロネは相当すごいやつなんだなって私なんかずっと思ってて。いやいや、もう持ち上げて食べてるだけだよ、それは。できた人間、いや、犬だと思ってて、うん、え、今の突っ込むところね。あ、ごめん、なんだそれって。あ、ごめん。あ、うん、うん、そう。あ、え、でも、
こでもそのアグアちゃんが言ってる通りそういうところあるよね。こう悩んでる時に話をずっと聞いてくれてダメ出しもちゃんとしてくれるんよ。なんか嫌われたくないからとかさ、結構友達の間でさ、うん、おやそれおかしいんじゃないかなって思っても言えないことってあるじゃん、うん、それをおかゆはちゃんと言ってくれるんよ、これはコロさんが悪いんじゃないかなとか本当に思ってくれてるんだなって。あ、わかるな。最後はしっかりでもそういうところも好きだよって言ってくれて締めてくれるから、なんか嫌な、なんかはぁって落ち込んで終わらないんだよね、おかゆと喋ってると。だからアグアちゃん、おかゆはこうやって今ね、メス化して喋らなくなっちゃってもアグアちゃんのことほんと友達だと思ってるし、今度喋りかけてみようかなって言ってたから、アグアちゃんのことずっと気にかけてると思うよ。マジか、メス化してさ、うん、ちょっと船長とさ、同じ匂いをさ、感じててなんかさ、近づくとさ、ちょっとムワッとさはいはい、はい、ムワムワしてるからさ。そうね、やっぱおかゆはおかゆなんだなって。いや、おかゆは変わってないよ。この辺でお互いに何これ、煽り合ってみてください。煽り合ってみてください。あれ、コロネちゃん漢字読めないの、ワロタか、どっか行けお前。これ、あ、ごめん、あ、アロちゃんごめんね。え、アクアちゃんってさ、なんて呼ばれたらいいの？アクタンとか言ってるし。アクタンがいいんだ。アクタン、はい、かわいいね。煽ってください、煽ってください。煽りって難しいよな、ちょっと。そうコロネちゃん、もっとさ、うんうん、切れてるナイフでしょ、もっと尖ってるはず。私はそれが見たいよ。うそ、もっと来いよ。アグアちゃんさ、おう、最近配信いっぱいしてるけどさ、うん、今まで何してたんだよ。今までたまにおはようって言ってツイートしてどっか行くだろ、お前どこ行ってた、いつも。あの、差しすぎです、先輩。声が止まらないです。誰か、誰かいませんか。でも今頑張ってるからいいじゃない。そんなこと言うなって。っクルーのみんな冗談だからね、今のは。切れてるナイフ出してくるかなと思ったら日本刀出てきたぐらいの。うん、刺された、いっぱい。とんでもないもんが出てきました。両手で受け止めて。すごいな、それ。この感じなんだっけ、ののしりあってください、あ、煽りあってくださいか。コロネちゃん漢字読めないのバルサ。アグアちゃん今までどこにいたんだ。これもやめようね、これもやめようね。多分まだ永遠にブランココラボを提案されてると思いますが、正直お互いこの遊具でなら遊べそうっていう遊具はありますでしょうか。でもブランコがやっぱ一番隣にいてくれるからさ、なんか距離が保ちやすいよね。でも私思うんですけど、ブランコって、うん、で、ソロだと思うんですよね。え、アグアちゃんはブランコは一人で遊んでたってこと？私はブランコは基本一人ですよ。あ、なるほどね。え、ブランコをどうやって二人で遊ぶの？友達が隣に座ってさ、うん、喋りながら乗るみたいな。え？おー、その手もあったか。え、なんか背中押してもらったりとかは？あー、家族とか。あ、そう、だから家族でもいいし、別にね。うん、砂場とかどうですか。砂場とか。砂場いいかもね、めっちゃいいじゃん。うん、なんかお城とか泥団子とか。あ、泥団子。そう、なんかさ、二人でさ、トンネル掘るじゃん。そしたらさ、その繋がったところで手つないでさ、開通ってやりたくない？やろうよ。おー。何の反応なんだよそれ。やってたの、小さい頃ね。開通ってしたら何するの？まあ、開通したら街とか作ったりとか。街作り始めるんだ。でもコロネちゃん犬だからさ、ここ掘れって言ったら、あ、掘る掘る、一人でもトンネルできちゃいそうだね。ブラジルまで穴掘るかも。あ、面白かった。え、そんな面白かった。嬉しい、そんな笑ってくると思わなかった。なんつってがやばかった。嬉しいの、そんな笑ってくれたもんね。そんな、なんか恥ずかしいんだけど。あ、アグアちゃん、ちょっと時計見て、時計見て、50分耐えたよ。あ、すごい。開く頃でも50分喋れるってことじゃん、これ。え、待って、ちょっと、ブラジルの一芸さ、ちょっとやり忘れたから一個やっていい？いいやん。え、ブラジルのコロネちゃん、聞こえますか？あ、
なんか言うの？これコーネが。あ、はい、お願いします。次。次お願いします。ごめん、なんか、なんて言ったらいいじゃん。もう一回やろ。なんか、あ、こんにちは、みたいな。ブラジルってさ、こんにちはってなんて言うんだ。あ、なんか結構細かい。あ、結構芸が細かいな、これ。ブラジルはポルトガル語だって。芸が。オラだ、オラでいいんだ。いくよ。うん、ブラジルのコロネちゃん、聞こえますか？オラで、ここで、わーっと笑いが巻き起こるっていう。後ろに誰かいたらね。うん、笑ってくれたらね。今ちょっと二人しかいないから。そうちょっと変な空気だけど。今回で仲良しになれたら、次はどんなコラボがしたいですか？やってみたいゲームとか、うん、企画とか聞いてみたいです。いつも楽しい配信ありがとう、だって。仲良しになれたらって仲いいよな。仲悪くはないですよ、少なくともマジで。ただ絡んでないだけで。絡んでる、本当にそう。同じクラスにいるけど喋らないみたいな。なんかグループ違いますタイプみたいな。そう。そんな感じの。でも別に、次の移動教室どこだっけぐらいは喋る。うん。あ、理科室です。アグアちゃんはどんなコラボしたいとかある？コロネちゃんが、うん。結構前にストロークやってて。うん。ちょっと気になってはいたんですけど、わからないですけど、すごい、もしやる時があったら、教えてもらいたいなって思う。嘘！今だからこそ聞きたいんだけどさ、ブランココラボしようって話があったじゃん、本当に。あった。あれってさ、どうやってやるつもりだったの？ブランココラボって。私の理想のブランココラボは、うん、3D で、二人でポツンとブランコに乗りながら、あの、マシュマロとかなしのフリートークで、でもそれはさすがにまずいので、うん、あの別部屋で解説実況ということで、おかゆとかさ、ミューシャとかさ、スバルとかさ、あの、はい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 、盛り上げてくれる人を、うんうん、と考えていましたが、まあさすがにね、まあ、ちょっとそうだね、ちょっとスタジオも大変ですから撮るの。うん、でも今回どう二人でこうやって喋ってみて、あのこれはブランココラボっていうか、なんかちょっと独房に近い気がするんですけど、ずっと言いたかったんですけど、あのここはどこですか？いや、ここは別に どこですか？そう、こういうおしゃれな部屋あるやん、だって。あ、まあ、おしゃれな部屋っていう想定なんですか？そうだよ。あ、でも独房にもできるかもな、ちょっと待ってね。独房にするな。毒、いや、ちょっと待たない。でも欲しいでしょ、ちょっとやってみたいんでしょ。ちょっと欲しがりみたいな私になってる、もしかして。ちょっと欲しがってないですよ、別に。できるよ、でも。ちょっと欲しいです。 でかすぎるかな。フワちゃんだけちょっと独房に入れたいね。おかしいだろ。一緒に入るじゃん、このノリ。コロネちゃん工作始めちゃったよ。はい、おい、どっか行くな。どっか行くな。あ、できた、できた。おかしいだろ。できてるじゃん。違うの？これ違う。これが欲しかったんじゃないの？コロネちゃん、コロネちゃんはどこ、ちなみにどこにいるの？これ隣に、隣にいるよ。コロネちゃん、コロネちゃん、コロネちゃん、なんか見切れない。いるよ。え、似合ってる、似合ってるよ。似合ってるってな。クオリティ無駄に高いの、なんなんだよこれ。いや、まあ、こういうこともできると。完成度高すぎる。もうちょっとで終わるからね。あ、まだあるんですね。コロニスキーです。アクアちゃんの好きな食べ物、好きなゲーム、休日の過ごし方など聞いてみたいです。最後の最後に私がこれを言うんですか？いや、最後の質問がこれ。あ、でももう、もう2個ぐらいある。あの、お金のことについてあるから。あ、これってあの最初とかに。そうだよね、ちょっと、あ、間違えちまった。じゃあ、アクアちゃんの好きな食べ物。おー、オムライス。お、オムライス。アグアちゃんの好きなゲーム。うん、何でも好き。何でも好き。休日の過ごし方。寝る。寝る。あの、これつまんなくないですか？あ、じゃあこれさ、コロネちゃんも聞いてみたいな、みたいな。じゃあ、コロネちゃんの好きな食べ物、ドゥル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 ドゥン。バナナ。コロネちゃんの好きなゲーム、ドゥル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 ドゥン。マザー2。おぉ。コロネちゃんの休日の過ごし方、ドゥ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 ン。映画見る。おお、あの、私はコロネちゃんの、うん、あのサブアカ好きだよ。映画評論。なんかさ、フォローしてくれたよね。私地味に好きで、あのコロネちゃんの評価見て、あの、あ、この映画おもろいんだ、見ようかなって思って。嬉しいんだけど、ちょっとみんな見てくれてるじゃん。うん、映画好きだよ。好きなら言ってよ。ジャンルはジャンルは？怖いの以外なら？じゃあさ、アクアちゃんがさ一番好きな映画とかってあるの？
それはさすがに、あの、君の名はとか、あの、天気の子が、そうなんだ、そうなんだ、へぇー。アニメがちょっと好き。逆にアニメ知らないから教えてほしいかも。王道なのは見てるけど、じゃあちょっと、ね、教えてね。なんか帰ってる最中にコルネちゃんのツイッターで辛口コメントされてた。違う。アグアちゃん面白かったよ。じゃあねー。この映画は、なんとかかんとかでここが少し寂しかった。みたいな感じにならない。大丈夫。これね、公開中の映画は星つけてないから。結構ね、あの評価厳しいイメージがあるんで。結構参考にしてます。ありがとう。ちょっと続けるもんね、はい。助かります。はい、嬉しい。コナさん、アクタン、二人ともこんにちはかこんばんは。二人はギスってるイメージがあるから。二人だけのコラボは意外だけど、すごく嬉しいし楽しみ。二人は正直、おかゆの制裁争い以外のところではお互いどんなイメージでどう思ってたのか教えて、だって。それしかないよな、でも。おかゆ奪い合ってる女たちみたいな。どうするこれから。そろそろさ、やっぱさ、このさ、うん、ノリもさ、うん、もう何年目という感じではありますよね。そろそろ新しい、どんな道にしましょうか。でもさ、ここが仲良くなってしまったらさ、寂しくない？仲良くならない方がいいんですか。このさ、この気まずい雰囲気がさ、楽しめなくなるのはやっぱさ、寂しくない？まあ、ね、確かに確かに。そんなん、だってチェーン店だけじゃ寂しかろうよ。たまには個人経営のお店も行きたくなるかな、みたいな。だから、一理あります。迷うよね。あれが、もうそろそろ配信も終わるんですけど、最後のマシュマロを読む前に、はい、アグアちゃんに今日どうだったかの感想を聞きたいんですけれども。うん、思ったより喋れましたね。あ、もっとやばいかなと思っておりました。そうだ、気まずいポイントは何パーセントになったん？5とかどうですか？で、ここ、え、待って待って。さっき 70% だったけど、5% になったってこと？ 50% とか。20% 減ったってこと？そうそう、どうですか？あ、なかなか。あ、いいと思う。だって、そんな減らしすぎず。そうだよね。減らしすぎたらまずいから。ね、うん、ちょうどいいかも、ちょうどいいかも。そう。で、また、半年後ぐらいにしたらまた、そうだね、そうだね。戻ってて、ちょうどいい、みたいな。おー。おー、確かに確かに。おー。最後のマシュマロ行く？あー、はい。高校1年生です。はい。今更ですが、おかゆんはどちらがもらわれるのでしょうか？いつも応援しています。これからも頑張ってください。高校1年生、他のこと考えろ。宿題やったか。宿題先やって。っっね、うん、気になって宿題もできないか。あ、でも、アグアちゃん、あのね、はい、今日、このアクコロコラボがあるということで、はい、なんと、おかゆからメッセージが届いてて、それを最後に聞いて終わりにしようっていう今日は流れなんですけど、おぉ、え、じゃあちょっと、アグアちゃん行くよ。せーの、パン。アクアコロさん、どっちも大好きだから仲良くしてね。あら、おろ、聞いたね。聞きましたよ。仲良くしてねということで、癒される感じの。そうだね、むわっとしてましたけど。ちょっとむわっとしてた。あ、じゃあおかゆ的にはやっぱなんかもらわれるとかない。そうだね、もうなんかどっちも好きだからね、もう仲良くしないよ、争ってないでってことだよね。あ、待って、もう一個あったね。もう一個聞いて終わりにしますか、じゃあ。あ、せーの、パン。コロさん、いつ会ってくれるの？あ、いつ好きって言ってくれるの？あ、やばいやばい。いつチューしてくれるの？やばいやばいやばい。大好き。あ、ん？ん？コロさん。あ、やばい。ん？え、ちょっと待って。ん？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 あ、待って、頭が、え？あ！うわ！